ディズニーエピックミッキー、ミッキーマウスと魔法の筆は、ジャンクションポイントスタジオが開発し、2010年11月に、欧米で発売された、Wii 用ゲームソフト。日本版は2011年8月4日に、ニンテンドーより発売された。ミッキーマウスが、魔法の筆を手に、過去のディズニーキャラクターたちが暮らす世界、ウェイストランドを旅する、アクションアドベンチャーゲーム。 基本は 3D アクションだが、ステージ間の移動ではディズニーアニメをモチーフとした横スクロールアクションゲームになっている。スーパーマリオ・ギャラクシーシリーズとシステムが似ており、Wii リモコンを振ることでスピンができる。上述の字に横スクロールという点も同様である。当初は PC、PS3、XBOX360 対応の マルチプラットフォームとして開発されていたが、素晴らしいゲームを作るにはプラットフォームを一つに絞った方が良いという意図から、Wii 用ソフトとして開発されることとなった。ゲーム内で手に入るアイテムによって、コンセプトアートやクラシックアニメが閲覧できる。オズワルドが1928年以来80年余りぶりに、新作出演を果たした。日本版は、任天堂の協力により、 操作性やカメラワークなどが日本市場向けに改良されている。オープニングムービーにおいてマッドドクターがミッキーをハサミ、ドリル、チェーンソーで傷つけようとするシーンがあるが日本版ではこのシーンはカットされている。それ以外の部分にもカット箇所が多く見られる。ため日本版のオープニングムービーは海外版に比べ短い。なお日本版の ディズニーエピックミッキー2時2分つの力では一部のシーンがほとんどカットされなくなっている。街にあるスクリーンの中を通るステージは日本版では一度通ったステージを飛ばせるようになっている。Z ボタンで発射できる緑の絵の具は日本版ではイレーサーとなっているが海外版ではシンナーという表記になっている。ある日の夜のこと。 もう一つの世界に暮らす魔法使い、イエンシッドが魔法の筆で、ウェイストランドと呼ばれる、忘れられたディズニーキャラクターたちが暮らす世界を作っていました。しかし、鏡の中から現れたミッキーマウスが、イエンシッドが離れている間に魔法の筆を使ってしまいます。ミッキーは間違えて、イレーサーのインクをこぼし、インクの魔物、シャドウ・ブロットを生み出してしまいました。そして、 月日が経ち、ミッキーは様々な賞を取り、誰もが認める大スターになって、しばらくしたある日、いつものように寝ていると、突如、シャドーブロッドが現れ、ミッキーをウェイストランドに連れ去ってしまったのです。その頃、ウェイストランドは、ミッキーの失敗によるイレーザーの災いで荒れ果てた様子になっていました。ミッキーは、シャドーブロットを倒し、ウェイストランドを元に戻すため、 グレムリンガスと協力して冒険を始めます。ステージは一度通ると後戻りができない一方、通行型が多い。ウェイストランドの全貌はディズニーランドがモチーフ。ありがとうございます。